はい、どうも皆さん、こんにちは、ぎまです。今日はマットマッパーを使ってですね、プロジェクターを2台接続する方法を紹介していきたいと思います。まず1つ目は、映像を重ねる、スタックして映像を重ねる方法ですね。そうすると、より、光が強くなって映像が綺麗に見えます。で、もう1つは、左右に打ち分ける方法ですね。長方形に大きい建物にある場合に、左と右で、打ち分けて範囲を広げるという方法になります。はい、じゃあまずは、プロジェクターを重ねる方法ですね、紹介していきます。プロジェクター1台でプロジェクションマッピングやったことある方わかると思うんですけど、ここにプロジェクター1ってなってて、今何も接続してないんでないんですけど、これでプロジェクター1つつながった状態になりますよね。2台つなげる場合は、ここをプラスをクリックして、もう1つ追加してください。で、ここで、プロジェクター1、2っていう感じで、それぞれ機種番号が出てくるので、それで左右で分けてください。プロジェクター1はプロジェクター1の方、プロジェクター2はプロジェクター2の方を接続してください。で、最初ね、やっぱり重なってるんで、それはこうやって左と右に、1がこっちがいいかな。こうやって分けるようにしてくださいね。こういう感じです。はい。で、まあ、もしも、プロジェクターの、ね、場所が左と右とかで分かれているんであれば、こうやってライト、レフトっていう感じで分かりやすくしててもいいですね。はい、こういう感じです。こうやって設定して、ここをそれぞれプロジェクターの機種番号にします。はい、そうすると、ここも2つに分かれてます。こういう感じですね。でも左と右で分かれているので、これをクリックして、ここは左側だよと。こういう感じで左側ですよと。で、これは右側で使いますと。はい。っていう風な感じにすれば、それぞれ左側と右側でプロジェクションマッピングができます。はい。今分かりやすく背景つけたんですけど、例えば左側で、プロジェクションマッピングこうやってやりますよね。やっぱ一つの面であればこんな感じでやった後に、まあ右側も同じようにやればいいわけですね。プロジェクターの映像を出しながらだとわかると思うんですけど、綺麗にぴったり合わせるのってちょっと難しいんですけど、綺麗に合わせればすごく明るくなりますので、どっちかに合わせれば左側をまず綺麗に合わせて、それに、その左側に合わせて右側もこうやって合わせてあげれば綺麗に合います。このね、グリッドとか使う方がやりやすいかもしれないですね。この辺を、こうやって持ったりとかして、こういう感じで綺麗に合わせてください。はい、これがスタックですね。2台重ねてプロジェクションマッピングする方法です。はい、では次は、左右に分ける方法ですね。左と右で分ける方法を紹介していきたいと思います。これ実際使うやつを使った方が分かりやすいかなと思ったので、このファイル使っていきます。はい、やり方としては、一緒ですね。こうやって左と右にプロジェクターを置いているので、そういう感じでここも左と右で分けてください。2つ作ってください。はい。で、まあ、これは、見やすくしているだけなので、これは作らなくていいですね。こうやってこれ2つだけです。はい。で、こっち側も同じように左と右。で、分けてます。左と右ですね。でですね、この光、プロジェクターの光が重なる部分がこの真ん中になるので、この真ん中が綺麗に重なればいいです。パソコン上ではこうやってね、綺麗に左と右で分かれてるんですけど、実際プロジェクターの光はこうやって重なる、これぐらいですかね、重なるので、それを綺麗に合わせていきます。はい、その方法を紹介していきます。まず左側からいきますね。わざとこっち側、この左側だったらこの重なる部分の方ですね。この右側、この部分を少しこっち側に入れます。で、反対、こっち側もわざと左側に寄せます。
で、このマッピングする方ですね、これもこっち側に寄せます。はい、でこっちも寄せるんですけど、こっちも同じように寄せるんですけど、背景まず寄せるか、背景出しながらの方が分かりやすいですかね。はい、今こういう感じで重ねています。で、はい、こういう感じですね。で、ここを今左側に寄せてると、もっとこっち側ですかね。はい、こんな感じで、まず映像と映像をわざとはみ出して、で、綺麗にそれを重ねます。はい、はい、こうやって重ねます。で、もちろん重ねると、この部分、プロジェクターが重なっている部分はこうやって光が強くなりますので、左右に比べてですね、光が強くなるので、ここをうまいことぼかしを入れて重ねていくっていうのが、このソフトエッジっていうところですね。をクリックして、ソフトエッジをクリックします。そうするとパラメータがこう出てくるので、これの、これなんだ、左側だから右側か、こうやって調整して、分かりましたね、この部分ですけど、こうやってこの明るすぎるところをこうやってぼかしを入れて、左右ですね、左右ぼかしを入れて、こうさりげなく重ねます。ちょっとまあ、パソコン上であまり綺麗すぎるので、この辺が黒くなったりはしてるんですけど、でも実際プロジェクターの光ってるところですね、見ながら調整してください。こういう感じですかね。はい、こうすると、左と右で打ち分けて、より大きなプロジェクションマッピングができるようになります。はい、まあこんなぐらいかな。はい、じゃあ以上になります。最後までありがとうございました。